オパンクルはマルチコア CPU や GPU、セルプロセッサ、DSP などによる異種混在の計算資源を利用した並列コンピューティングのためのクロスプラットフォームな API である。主な用途は科学技術計算や画像処理に代表される高性能計算のためのアプリケーションソフトウェアの高速化であり、シミュレーション可視化に用いるリアルタイム3次元コンピュータグラフィックス。 API との連携も拡張機能として標準化されている。スーパーコンピュータやサーバー、ワークステーションやパーソナルコンピュータのほか携帯機器などでの利用も想定されており、組み込みシステム向けに必要条件を下げた o p ン n c l Embedded ィールが存在する。o p ン n c l の使用は Apple によって提案された後、標準化団体クロノスグループの作業部会、 オパンクルワーキンググループによって策定されている。仕様はロイヤリティフリーなオープン標準として公開されており、仕様に基づいたフレームワークの実装はサードパーティーによって行われる。ただし、実装されたフレームワークに対して許諾される、商標ライセンスに必要な仕様一致性テストには、ノミナルフィーが必要である。クリーン法、オパンクル情報を表示するためのコマンドラインツール。 オパンクルには次のような特徴がある。オパンクル類似技術に NVIDIA の管が存在するが、オパンクルには、管同様に 3D グラフィックス API であるオパンクル及びダイレクト 3D との相互運用性が API レベルで確保されている。なお、オパンクルの動作ターゲットとしての要件を満たした GPU で使用できる。 ダイレクト 3D API との相互運用機能は、クロノスが管理しているオパンクル API 公式拡張でサポートされるが、旧来のダイレクト 3DQ との相互運用機能は、オパンクル2.0時点でも、ベンダーごとの拡張機能依存となっている。オパンクルでのハーフ、ダブル型のサポート状況は、クダなどの他の API とよく似ており、サポートされるかどうかは、 ハードウェアデバイス次第である。また、オパングル、ダイレクト 3D では、不動小数点テクスチャすなわちデータストレージのフォーマットとして、FP32 形式の他に、FP16 形式を選択できるが、通例 GPU が得意とする演算精度は、単精度であるため、シェーダープログラム中で利用できる演算精度は、一般的には単精度となり、倍精度や半精度は、 オプション扱いとなる。オパンクルのイメージオブジェクトをサポートするデバイスでは、バイリニアフィルタリングなどの高速なハードウェア機能を利用することもできる。以下にオパンクル関連の拡張を列挙する。オパンクル実行環境であるオペレーティングシステム上には、インスタウラブルクライアントドライバーローダーという仕組みにより、複数のベンダーによるオパンクル実装を混在させることができる。 各ベンダーのオパンクル実装は、プラットフォームとして抽象化され、オパンクル API を通じて、列挙、選択することができる。またオパンクルは、カーネルコードの実行ハードウェアをデバイスとして抽象化する。各オパンクルプラットフォームは、複数のオパンクルデバイスを持つことができ、オパンクル API を通じて、列挙、選択できる。オパンクルのプログラムは、GLSL を利用した、 オパングルプログラムとほぼ同じ要領で開発することができ、オパングル C、C を利用したデバイスコードとオパングル API を利用したホストコードを別々に記述する。カーネルコードのコンパイルはクラクリートプログラムウィッスソース関数経由でデバイスドライバーが実行する。管プログラムのような専用オフラインコンパイラを必要としないため、 様々なプラットフォームへの展開が容易となることが利点である。ただしカーネルコードの初回の実行時コンパイルに時間がかかるなどのデメリットも存在する。この点に関しては、実に用時には、クラクリートプログラムウィスソース関数とクラクリートプログラムウィスバインリー関数を用いて、コンパイル済みバイナリからプログラムオブジェクトを生成する方法もあるが、 ベンダーごとのオパンクルバイナリー感における互換性は保証されない。デバイスドライバーにカーネル記述言語のオンラインコンパイラの役割を持たせることでベンダー独自の拡張を実装しやすくなるがコンパイラ品質はデバイスドライバーの品質に左右される。なお、オパンクル1.2、2.0、2.1、2.2ではスピアおよびスピア V と呼ばれる中間表現をサポートすることにより 事前コンパイルしたベンダーに依存しないカーネルコードを実行することができるようになる。ただし、スピア1.2及びスピア2.0はオパンクル1.2及びオパンクル2.0の拡張機能となっておりサポート必須の機能ではない。一方、スピア V はオパンクル2.1、2.2のコア機能となる。オパンクル2.1ではスピア V1.0 をオパンクル2.2では スピア V1.0、1.1、1.2をサポートするが、オパンクル3.0では、スピア V はコア機能から外れ、サポート状況に関しては、実行時の問い合わせが必要となった。2008年6月10日のワールドワイドデベロッパーズ・コンファレンスにおいて、MacOS 10スノレオパードに搭載される予定の技術の一つとして、初めて発表された。標準化団体、 クロノスグループの2008年6月16日に発足した作業部会コンピュートワーキンググループにおいて、Apple によってオパンクルの使用草案が提案された。CWG は GPU と CPU のヘテロジニアスな計算技術のロイヤリティフリーな標準化を目的としており、発足時点ではサンドラブス、AMD、Apple、ARM、コドプラ、エリクソン、 フリースケールセミコンダクタ、グラフィックレメディー、IBM、イマジネーションテクノロジーズ、インテル、ノキア、エヌビディア、モトローラ、QNX、クアルコム、サムスン、シーウィード、テキサスインストゥルメンツ、スウェーデン梅尾大学が参加している。2008年8月のシーゲグラフ2008及び、同年11月のスパーコンピューティング2008において、 使用策定の進捗状況が発表され、同時期にコンピュートワーキンググループは名称をオパンクルワーキンググループと改められ、新たにアクティビジョンブリザード、バルコ、ブロードコム、エレクトロニックアーツ、HI、ケストレル研究所、ムービディア、ラピドマインド、タクミが参加している。11月10日にはラピドマインドが 自社の並列コンピューティング開発環境において、オパンクルを採用すると発表した。2008年12月9日のシーゲグラフアジア2008において、正式版となるオパンクル1.0の使用が発表された。またほぼ同時期に、AMD と NVIDIA はそれぞれ自社のグップグップ、技術である ATI ストリーム及び管において、オパンクル1.0をサポートすると発表した。 オパンクル1.0対応の最初のプラットフォームとして、MacOS 10s のオレオパードが2009年8月28日にリリースされた。2010年6月14日、オパンクル1.1を正式発表。フロート3型の追加、クラカーネラーグ、関数以外のスレッドセーフ化など。2011年11月15日、オパンクル1.2を正式発表。 分割コンパイルリンク対応、サブデバイスの追加、スピア1.2拡張機能、3D イメージの書き込み拡張機能など、2013年7月22日、オパンクル2.0を正式発表。リードライト就職し、共有仮想メモリや動的並列処理対応など、2015年11月16日、オパンクル2.1を正式発表。 スピア V 中間言語によるベルコン API とのプログラミング基盤共通化など2015年3月3日の暫定仕様の発表時点でカーネル記述言語への C プラス14サブセット導入も予定されていたがオパンクル2.1正式仕様の発表とともにオパンクル C のリリースは早くて2016年半ばとアナウンスされた2017年5月16日 オパンクル二点二を正式発表。二千十六年四月十八日の暫定仕様の発表時点でアナウンスされていたオパンクル C 言語シッコル二点二フレームワークに加えて中間表現スピア v 二などが導入された。二千十八年六月、アップルは WWDC で MacOS Mojabi 校ではオパンクルを非推奨とすることを発表し、代替として メタルを使うことを推奨するようになった。2020年4月27日、オパンクル3.0暫定仕様が公開された。オパンクルロードマップの再調整に伴い、バージョン1.2より、後発の機能がオプションに引き下げられる。オプションの言語機能を紹介するためのマクロが提供される予定。2020年9月30日、オパンクル3.0最終仕様が公開された。 シッコルはクロノスグループが策定している標準 C を使って単一ソースでヘテロジニアスプロセッサ向けのコードを記述することを可能にする抽象化レイヤーである。従来はオパンクル C、C により記述したカーネルのコンパイルやロードをオパンクル API を使って実行するための処理をホストコード側に逐一記述する必要があったがシッコルを利用することで 単一の言語を使って、同一ソース内に記述できるようになる。コンセプトとしては、クダ C や CMP に似ている。シッコルの拡張として、インテルのデータパラレル C も存在する。シッコル2020より前は、オパンクル仕様の上に構築されており、GPU バックエンドもオパンクルのみを前提としていた。シッコル2020以降は、オパンクルを返さない。 バックエンドも考慮されるようになった。シッコルの実装には以下が存在する、またザリンクスの管理するトライスグルも存在したが、不完全なため非推奨となっており、代わりにインテルの LLVM 実装に基づいたザリンクスバックエンド実装が開発されている。その他、オープンソースの簡易実装のシッコル GTX もあった。オパンクルを使用した クライアントプログラムを開発するための代表的なソフトウェア開発キットとして、主に各ハードウェアベンダーから下記の SDK が提供されている。各 SDK には標準オパンクル API 用の C、C、言語用ヘッダーなどのほか、ベンダーごとに拡張された機能を使うためのライブラリーなども含まれるため、ハードウェアベンダーや OS に依存しないオパンクル。 プログラムを開発する場合は注意が必要となる。オパンクル対応のプロファイラーが各社からリリースされている。従来の非並列プログラムと比較すると、オパンクルプログラムはデバッグやチューニングが難しく、プロファイラーは性能ボトルネックの特定やコード改善に有効なツールである。クロノス自身が正式に公開しているオパンクル API は C、C、 言語向けのヘッダー及び C、言語用、ラッパークラスのヘッダーのみだが、各種言語用に、下位レベルの言語バインディングや上位レベルの、ラッパーライブラリーが、オープンソースコミュニティなどによって開発されている。画像処理、映像処理においては、オパンクルもしくはクダによる、グップグップ対応が進んでいる。また、3DCG の物理演算及びレンダリングも、同様である。 音声処理においては DSP による固定小数点処理が主流のためグップグップはあまり使われていない。2018年6月5日、Apple は WWDC2018 でオパングル、オパンクルの非推奨化を発表し、MacOS モハビにおいてオパングル、オパンクルは非推奨 API となった。 Mac OS がネイティブにサポートする o p ン n c l のバージョンは1.2が最後となっている。o p ン n c l の代替として推奨されている API はメタルであり、コンピュートシェーダーをカーネルの記述に用いる。iOS では o p ン n c l はサポートされていないがメタルを用いることで Mac OS 同様にグップグップを実行することが可能となっている。ありがとうございます。